こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーです。先日からですね、直していたですね、ウォークマンのプロフェッショナル D3 というモデルがあるんですけれども、これの方やっと直りましたんでね、ですね、結構大変だったんですよ。最終的にね、これ直した時に随分一回直してるんですけど、随分前だったんで、具体的にはね、この辺の周りちょっとね、滑りが悪いですね。どう動きが悪かったんで、この辺ね、全部超音波洗浄をかけてですね、いろいろなところをこう直してきました。結構いろいろあったんですけれども、で最後ですね、面白い現象が起きて、録音しますよね。録音した後に、普通はね、再生できたんですけど、録音した後に再生しようとしたら音が出ないっていう現象があって、いろいろ調べてったらですね、録音と再生を切り替えるスイッチがあるんですけど、それがですね、かなり重たくなっててですね、録音してこう移動しますよね、スイッチがね。で、再生にした時にはこうバネで戻るんですけど、そのバネ以上にそのスイッチのね、こう滑りが悪くてですね、戻らなくてですね、それで、再生ができなかったっていうことだったんですけど、それね、部品をね、ちょっと調整してたんですけど、やっぱりね、滑りが良くならなくて、別の、ね、スイッチをですね、ちょっと、工夫してですね、乗せ替えました。なので、ちょっと問題ないですね。あとは、早送りも巻き戻しもですね、問題なく動きます。こんな感じで。これが、早送り。ね。スムーズに巻き戻し、はい、こんな感じでね、結構パワフルにっていうかですね、ちゃんと動きます。で、一応ね、これ録音も、テストしてあるんですけど、再生ちょっとしてみますね。こんな感じでね。で、これインジケーターが結構かっこいいんですよね。ね、はい、こういうやつでね、はい、ちゃんと直りましたんで。しかしね、やっぱね、この DD プロフェッショナルと、あとね、これはね、なんか大体同じような感じになってるんですよ、このシリーズはね。これはね、DD じゃなくてですね、DD じゃなくてですね、プロフェッショナルじゃなくて、ウォークマンの、WM-の2とかですね、2ですね、2のタイプがこのタイプなんですよ。この機構はね、全く同じで、この2の方はですね、ここがこうなってますけれども、これベルトを使うんですよ。ここでこうやってね、ここはちょっと見やりにくいですけど、こういうふうにベルトがね、このモーターに対してベルトがあって、それでこれ動くんですけど、 DD の場合はこのね、キャブスタンのところに、このモーターがですね、こう、入ってまして、で、このね、キャブスタンそのものをですね、ダイレクトに動かすんですよね。DD のね、DD のダイレクトドライブって、ディスクドライブって言うんだ、ダイレクトドライブじゃなくてね、これディスクドライブですね。ディスク、これがディスクですね。ディスクを直接ドライブするということで、ダイレクトドライブじゃなくてディスクドライブと言ってたみたいですね。レコードプレイヤーなんかのね、このぐるぐる回るのなんかでは、軸に直接モーターがついてるやつ、ダイレクトドライブって言うんですけれども、僕の場合は、ダイレクトドライブじゃなくてディスクドライブっていうことになってます。はい、これがね、ウォークマンプロの特徴でもあるんですけどね、こうキャプスタンを直接、モーターで制御して、制御というか回転させるという方法ですね。その代わりですね、このモーターの回転をちゃんとね、制御するために、これね、ほら、これ赤とね、赤と白が、このモーターの赤と白、これがね、モーターの電源ですね。だからこれ赤と白に電圧かけるとモーターが回転するんですよ。その
このね、紫になってますけど、これはですね、タコメーターになってます。この中に、モーターが回転、モーターのこのローターっていうね、回転軸の、回転のところと別にですね、コイルがあります。センサーとしてのコイルがあって、このモーターが回るとですね、コイルに、あの電流が流れてですね、この、ここのね、これでいう紫のところに、来るわけですよね。それが要するにモーターの回転数なんですよ。それを監視して動かしてるんですよ、 DD の場合はね。はい、ということで一応やっと動きましたんで、テストもできたんでね、送ろうと思います。ここね、これポーズだ。ここね、ここパッとやると開きますね。はい、そしてここにね、電池が入っております。一応ね、これ電池を入れたまま、電池があったらね、まとめ買いしましたんでね、よいしょ、この状態で今日発送したいと思います。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ナオジーでした。どうも失礼します。やっとですね次のやつね、これちょっとまたペンディングになってたんですよ。 D6C、 これもね、これもちょっとやりますんでね、本格的にやりますんで、もうこういう風に分かれてるんですけど、これもね、ほらダイレクトなんですよ。ここモーターがあって、ここがね、キャプスターになってますね。これでテープをこう引っ張り出していくんですけども、ここに直接こうね、ついてるでしょ。はい、これがですね、ウォークマンのプロフェッショナルの特徴なんですね。はい、で一応見た感じそんなにね悪くなかったんですけど、一応ねオーバーホールしてですね、いろいろとね不具合を直していきます。ちょっといろいろとテープを巻き込んでしまうことがあるとかね、あるんでね、分解しながらですね、調べていきますんでね、この辺はね。はい、でレコードプレイヤーで、ね、出してます。メルカリにね2台出してますけど、ちょっとね値段高くつけてあります。YouTube 聞きましたっていうことを言ってもらえれば、まあ少し少しというか結構値引きできると思いますんでね、見てください。説明欄にね書いてあります。オークションの方はね今出してないんですよ。なぜかっていうとですね、オークションってね期限切れになってしまうんですよね。一回登録するでしょ。そうするとしばらくするとですね、何度かこう落札されないと停止になっちゃうんですよね。でまた再度やらなくちゃいけなくて、ちょっとそこまでそれをしている、ね、時間がなくて、以前はねかなり何十台ってウォークマン出してましたんでね、大変だったんですけど、今はそうではないんで、どうしようかなと思ってますけどね。これからいろんなね特にまあウォークマンもそうですし、あとマイクロカセットね、これ今度やるのはですね、今度やろうと思ってるのはこのね M200 ですね。これと M205 っていうのもありますし、あとはですねなんだっけな、いろんなのはともかくあります。それとですね、あとウォークマンにはですね、こうやってこういうねこれなんだな、プレスマンっていうのかな、要するにモノラルの録音機能のついたやつ、これとですねステレオの録音機能ついてあるやつなんですね。これもねちょっとね溜まってきちゃったんでねこれもありますけどね、これ39とかね、この辺ね、この辺もねちょっと整理しながらですねやります。で結構ねもう作業場がねいっぱいでごちゃごちゃになったんで、ちょっと棚をね用意してですね作ってですね、今日明日ぐらいできないんですけどね、3D プリンターのねフィラメントを格納しようと思ってます。色とかですね素材とかにあるんでね、かなりね多いんですよ。
だからちょっとね、煩雑になってるんで、少しずつね整理しながらね、スペースを空けてですね、いろんなことができるようにしたいと思ってますんでね、いろいろとね大変なんですけれども、お袋の件とかね、コロナでまあお袋透析してるんですけど、透析してるクリニックからねまた張り紙じゃなくてなんか手紙が来ましてね、職員がね足りなくなってきてるからね、時間を短縮してるかもしれないとかね、要するに透析するのに血液の中の水分とかですね老廃物を取っていくんですけれども、それにはですね大体うちの場合は9時に出てですね、9時からですね2時ぐらいまでかかってるんですよね。ですから5時間、4時間半からそのくらいねかかるんですよ。その時間をね確保できないんで短縮するかもしれないとかって言われてる、だから途中で切り上げられちゃうみたいなね、そんなねことも出てね、それにまあもしかするとね透析ね、できなくなって夜間のね透析 になるかもしれないとかね、いろんなのこう来てましたけどね、もういい加減にしてほしいと思っております。ちなみにねアメリカとかのね、論文とかアメリカとかね海外のね論文とかね、マスコミっていうかメディアでね、イベルメクシン効いてるよっていうのがねここ最近ねどんどん出てきてるらしいんですけどね、一説によると日本があんまりね、コロナでねダウンしなかったのはね、イベルメクシンをね飲んでるせいだっていうね話もねなんか噂とかでなんかちょこっと聞いたんですけど、そんなとんでもないことはないんですけれども、まあイベルメクシンっていうのはですね、はい、あんまイベルメクシンって言っちゃいけないのか、イベ君ですね、イベ君はもう日本のね誰でしたっけ、忘れちゃいましたけど、北里大学のね、教授かなんかがね、ノーベル賞を取ったやつですからね。で、実際にはね、今のファイザーのね、やつと、ファイザーのね、飲み薬ありますよね。原理は同じ。原理は同じなんですよ。でも、原理は同じだけど、値段が全然違うということでね。ちなみにね、僕もコロナだったんじゃないかと思いますけれどもね、39度ぐらいの熱出ましたけど、イベックも飲んだらですね、僕の場合は2時間で熱が収まりました。それはね、まあ、どうだかよくわかりませんけどね、素人ですからね、ともかく熱が上がって、飲んだら2時間後にバーッと熱じゃない汗が出ましてね、平熱に戻ってしまったんですけどもね、本当にオミクンだったかどうかはわからないですけどね、今なんか保健所がねパンク状態みたいなんでね、無症状と言ったらですねみんなパンクしちゃいますよ。本当、大変ですよね。だからコロコロでですね亡くならなくてもですね、普通の病気でねこじらして亡くなっちゃうかもしれないんでね、うちなんかもねお袋がね、透析してますしね、で訪問医療頼んでます、訪問医療ね。何かあった時にすぐ来てもらえるようにね、救急呼べないんでね今ね、やって、で最近はね皮膚科までちょっと巻き爪でね炎症起こしちゃってですね、昨日も皮膚科の先生が来てね処置してもらったんですけどね、あとはマッサージ頼んでおりますということで、ね、いろいろやってるんですけどね、まあもう少し我慢すればですね正常に戻るかなと思っておりますけれどもね、はい、もう少しの我慢だと思います。はい、ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。失礼します。はい、これねかっこいいでしょね、これね3台ぐらい直してるんですけどね、3台結構大変、1台はねここのね切り替えのスイッチがね壊れててですね、配線大変だったんですよね、ということで、はい、失礼します。